はい、こんにちは、安藤明久です。今日はですね、お金を楽に得てもいいという話をします。この動画を見てわかることはですね、お金には体を使って得る方法と、頭を使って得る方法、そういうのがあるということがわかります。またですね、お金を得る方法も重要なんですけれども、どのような信念でお金を得るのかも重要だということがわかります。では、行きましょう。先日ですね、テレビドラマを見ていると、このようなセリフがありました。で今から言うセリフって、あなたもですね、1回ぐらいどっかで聞いたことがあるかなって思うんですけれども、そのセリフはどんな場面で言ってたかというと、今ちょっと説明しますね。あるですね、子供が無駄遣いをして、その時にですね、その無駄遣いした子供に対してお父さんが言った言葉なんですね。でその言葉はこんな言葉です。汗水垂らして働いて得た大切なお金を無駄遣いするな、こう言っていたんですね。でまずここでちょっと考えてほしいのが、お金って汗水垂らして働いて得るものなのかっていうことなんですね。お金を得る方法って、どのようなことが思い浮かびますか？例えばですね、私は塾講師をしてアルバイトをしていた時期もあるので、塾講師で勉強を教えたりですね、あとは企業でですね、例えば何でもいいんですけど、薬のですね、研究をしたり、車の研究をしたりして、そうやってお金を対価として得る方法もありますよね。工事現場で道路を作ったり、このようにですね、肉体労働をして、自分が労働した対価としてですね、汗水垂らして働いたお金を得る方法、こういう方法もあります。しかしですね、お金を得る方法って何もこうやって肉体労働をしなくても得る方法ってたくさんあるんですね。株を買ってですね、配当で稼ぐ方法もあります。株を買って配当で稼ぐっていうのはですね、一回株を買ってしまったら、あとはもう何もしなくても配当っていう形でお金が入ってくるので、これは肉体労働はないですよね。で同じようにですね、特許を書いて、特許を書くっていうことは肉体労働なんですけど、その後のロイヤリティを得るっていうことは、ロイヤリティを一回ずっとも得続けられたならば、ずっとこれは肉体労働はもうこれは発生しないですよね。特許を書くことに対しては肉体労働は発生しますが。で同じように不動産を買って家賃収入を得たりですね、あとは宝くじが当たったり遺産を得たりする。こうやってですね、お金を得る方法ってたくさんあるんですよ。ですから何が言いたいかというと、肉体労働ではなくですね、頭を使って稼いで得ている方法があったり、何かきっかけでお金を得る方法っていう、こうやって肉体労働ではないですね、お金を得る方法ってたくさんあるんですね。じゃあここでただあなたに聞きたいんですけれども、こうやってですね、肉体労働がない条件で、簡単に言うと楽してお金を得てはいけないのかどうかっていうことなんですね。で私はですね、これに対しても明確な答えを持っていて、楽してお金は稼いでいいと思っています。ですから、私はですね、お金は楽して稼いでもいいと考えています。でここで、楽するっていうのは何かっていうと、肉体的に楽っていうことで、頭をそれだけ働かせる、頭を使ってお金を稼いだりすること、そうすればいいと思ってるんですね。ですから何もお金を得る方法っていうものは肉体労働だけではなくてですね、肉体労働じゃない方法でもお金を稼げるので、もう好きなようにですね、好きな方法であなたがお金を得ればいいだけなんですね。じゃあなんでそうやって肉体的に楽な方法でお金を稼ぐとなんかいろいろ文句を言ったりですね、文句を言う人がいるかっていうと、それはお金に対して負の感情を持っているからなんですね。例えば誰かが宝くじが当たった時にですね、なんか羨ましいとか、自分もなんかおこぼれに預かりたいとか、そうやってですね、何か負の感情を持ってる方っていうものはですね、その人が何も宝くじが当たってお金をあげなかったとすると、なんかバッチ当たりだとか、絶対あの人なんかお金を失うよとか、そうやってすぐマイナスな感情が浮かんでくるんですよ。お金に対して負の感情をそうやって持っている人はですね、結局ですね、自分は本当はですよ、楽してお金を稼ぎたいんですけど、楽してお金を稼げないからですね、それに対してのひがみしかないんですね。ですから、そうやってなんかマイナスのイメージを持ってる人、なんか文句を言ってくる人、肉体労働以外でですね、お金を稼いで、それに対して文句を言う人っていうのはですね、ただ羨ましいだけなんですね。ですから、そういう人に対してはもう全然無視して大丈夫です。
ですから、まあ、お金を得る方法っていうのは無限大にあって、あなたがですね、まあ、好きな方法でお金を得ればいいだけなんですね。ただじゃあお金を得る方法っていうのは無限大あるんですけれど、ただ私はもう一つ考えてほしいのは、まあ、どのような信念を持ってお金を得るかは考えてほしいんですね。例えば、まあ、私が、まあ、お金を得るとき、まあ、お金を稼ぐときに絶対考えているのは、まあ、感謝の対価としてですね、お金を得るっていうものをものすごく意識しています。感謝として、まあ、対価としてお金を得るのが大好きなので、お客様がですね、目の前で喜ぶことが大好きなんですね。ですからそうやってお客様の喜びっていうのが、まあ、目で見えた方が私はもう大好きなんです。ですから私がやってる仕事っていうものは、例えばお金のセミナーをしたりですね、お金のコンサルをしたり、まあ、個人個人ですね、まあ、どうやって生活をしていけばお金が貯まるとか、まあ、こうやってコンサルしたりとかですね、まあ、そうやってお客様とフェイストゥーフェイスですね、まあ、稼ぐことっていうのは実が多いんですね。でそれはなぜかっていうと、私はまあ感謝の対価としてお金を得るっていうことにこだわっていて、さらにその感謝がですね、目で見えた方が好きなんです。ですから私は今、まあ、こういう仕事をしているんですね。ですからお金を得る方法というものは無限大にあるんですけれども、まあ、あなたはですね、まあ、どのような信念を持って、まあ、お金を得るかっていうものをぜひ考えてほしいと思います。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックといいねボタンを押していただけると嬉しいです。またYouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。